浜口勝です。南明奈です。皆様に我々夫婦からご報告がございます。我々夫婦の間に新しい命を授かりました。はい、今妊娠5ヶ月目に入り安定期となったため皆様にご報告をさせていただきました。はい、はい、明奈の方はですね、つわりもなく、本当に妊婦さんなんかどうかっていうぐらいすごく元気でそうですね、はい、元気で過ごしております、毎日、はい、性別なんですけど、まだちょっとわからない状態ですね、一度エコー写真で見せていただいたんですけども、なんかすごく今お尻をフリフリするような我が子でして、どちらなんでしょうかちょっとわからないですけども、それはずっと我々楽しみにしてて、はい、もしかしたら、次の検診でもしかしたらわかるかもということで楽しみにしております、はい、もうね、すごくずっと、ね、我々も望んでいたので、すごく嬉しいなと思っております、はい、そして、今後の私のお仕事なんですけども、体調を見ながら、そして事務所と相談をしながらできる範囲で、させていただけたらいいなと思っております。はい、家族が増えるということで浜口勝ますます噛んでしまいました家族が増えるということで浜口勝ますます頑張っていきたいと思います。皆様温かく見守ってください。よろしくお願いします。